この動画では秋田県内の公共交通をスマートフォンを使って便利に利用する方法を紹介します。鉄道やバスなど秋田県内の多くの公共交通は Google マップなどの経路検索サービスに対応しています。このため出発地から目的地までのルートや所要時間などをパソコンやスマートフォンで調べることができます。特にスマートフォンを使うと簡単に経路を検索することができます。早速やってみましょう。それでは県庁市役所前からセリオンに行くルートを調べます。なおこの動画では Google マップを使います。まず Google マップをタップします。続いてマイクのアイコンをタップします。スマートフォンに向かって公共交通でセリオンへと話してください。すると公共交通でセリオンに行くすべてのルートが表示されます。この中からルートを選ぶと詳しい情報を見ることができます。ルートが決まったら開始をタップします。これでスマートフォンの案内で目的地まで移動することができます。音声入力を使わずに検索ボックスにセリオンへ行くと入力して目的地までのルートを調べることもできます。さらに現在地からのルートを調べるだけでなく時間や出発地を自由に指定して検索することもできます。先ほどの画面で出発地を入力して出発時刻または到着時刻を設定して完了をタップすると指定した場所や時間で検索結果が表示されます。お出かけ先での移動手段を調べるときなどに便利ですね。いかがでしたか？ルート検索の他にも、これから県内では交通系 IC カードなどによるキャッシュレス決済やバスの現在位置や遅延といった運行情報がわかるバスロケーションシステムの導入など公共交通のデジタル化が進み、ますます便利になります。秋田のお出かけには、公共交通の利用をお願いします。